同村軍はアメリカが州国テキサス州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は13,833人であり、2000年の14,985人から7.7%減少した。軍庁所在地はラミイサ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。同村軍は1876年に設立され、軍名は テキサス革命の軍人だったニコラス・モスビー・ドーソンにちなんで名付けられた。1943年、ドーソン軍の農夫、アブナー・スプラベリーが所有する土地で掘削が行われ、石油が発見された。この油田には、スプラベリーにちなんで、スプラベリートレンドと名付けられ、埋蔵量ではアメリカ合衆国でも3番目に大きなものとなった。 油田の大半は南側にある軍部に入っているが、小部分が銅村軍内にある。実際に石油の組み出しが始まったのは1949年からであり、1951年にはミッドランドの町を中心に石油ブームが起こった。銅村軍聖医院を1955年から1985年まで30年間、勤めた j e アハートが2007年に死んだ。 エアハートは農夫かつ牧場主でもあり、軍の家畜と祭りのための名やや一般用途空港の建設及び多くの道路改良のために働いた。北のオドネルから南のアッカリーをつなぐアメリカ国道87号線の通行権交渉でも成果を上げた。州内のすべての軍と同様に、軍内4つの選挙区から各一人の軍政委員が選出され、 軍全体から一人の判事が選出されるようになっており、その判事が軍政管理の長になっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は902平方マイルであり、事実上全てが陸地である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。